はいどうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われますアルゼンチン共和国杯の最終見解とミヤコステークスの予想をしていきます。一晩考えた結果、こんな感じの印になりました。正直ね、印は迷いに迷いました。まあね、久々に三浦騎手をですね、本命にする時が来るとは思いませんでした。まあ消去法ですかね。ラストドラフトを20○にしました。で、お次がユーキャンスマイルで、まあ、3番手が、まあ、安全牌で帝王ロイヤルで、まあ、ここからね、本当に印はもう結構、拮抗してます。まあ、府中校舎のですね、ルメール騎手が乗るボスジラ、まあ、あとはですね、ディアマンミノル、ダンディズムあたりを印打ちました。はい、では詳しく解説していきます。まあ、ラストドラフトですね、やっぱりここ2走のパフォーマンスがいいっていうのが僕は理由ですね。で、今回に関しては正直ラストドラフトは別に1着じゃなくていいです。全然3着以内で大丈夫ですっていう感じですね。確かにね、アレナイハンデ戦で有名なんですけども、じゃあかといってね、別に抜けてる実績はもういないですし、全然3着以内でいいです。そうなったらまあラストドラフトでいいかなっていう感じですね。やっぱり、まあ2走前の目黒記念をですね、まあ、評価せざるを得ないってことと、まあ休み明けでもですね、しっかり2着に来たということで、まあ、安住の勢いもですね、プラスになるだろうということで、ラストドラフトを一応、まあ、20○にしました。で、対抗がユーキャンスマイルですね。まあ、ただね、これも丸と20○ほぼ変わんないです。なんでね、こっちをじゃあ丸にしたかって言いますと、年齢です。7歳以上がこのレースめちゃめちゃデータ悪いんで、っていうことで、対抗にしただけです。もしこのユーキャンスマイルが6歳だったら、もしかしたらこっちを本命にしてたかもしれないです。まあ、前走ですね、まあ、新潟記念、やっぱりこの馬は格上でしたよね。2着に来ました。もともとはですね、ずっとここ最近も G1 走ってまして、まあ、G2 でもですね、ある程度構想できる力はあると。で、まあ、今回ね、東京の 2500m というスタミナが問われるレースです。ということでですね、長距離得意なユーキャンスマイルにとっては、まあ、ここは向くんじゃないかということですね。で、ユーキャンスマイルに関しても別に1着じゃなくていいです。3着以内で全然いいかなって感じですね。で、3番手帝王ロイヤルも消去法ですね。これは単純にね、金利を背負った1番人気がこのレースは強いということで、まあ天皇賞春3着ダイヤモンドステークス勝ってて、まあオールカマもね、そんな言うほど負けてないんで、まだまだ4歳ですしね、これから、強くなるかなってのも込めて、まあ帝王ロイヤルは一応入れとこうということですね。で、お次がボスジラですね。単純にもう府中のルメール騎手、特にね、ここ最近はまあ大外でも全く問題なくて、ダービー18番からイクイノックス2着になって、で、オークスもですね、18番のスターズオンアースで勝ってますよね。というようにルメール騎手って基本的に外枠でもね、そんなに苦にしないジョッキーなんですよ。とにかく府中が合ってるんですよ。なんならね、僕ボスジラ本命にしよっかなと思ったんですけども、それはね、さすがにちょっと前回の動画をね、全て否定することになっちゃうんですが、まあ僕もね、ボスジラなかなか面白いかなと思います。で、あと、まあ、このディアマンミロルとダンディズム、なんでこの2頭に印打ったんだってお話をすると、まあ、ラストドラフトを評価してるというのは、僕は目黒記念って言ったじゃないですか。ということで、まあ、このダンディズムもディアマンミロルも、まあ、ある程度目黒記念はね、ラストドラフトと同じぐらい走ってるんですよ。ってことで、目黒記念を評価してるのに、じゃあこの2頭入れないんかって言われたらおかしな話になるんで、まあ、この5枠の2頭も収足していただきました。まあ、東京の2500に関しては、まあ、いいんじゃないかというだけの理由ですね。まあ、その他のパフォーマンスとかジョッキーは知りません。とにかく目黒記念でそんなに差のない競馬をしたということだけで、印を打たせていただきました。で、あとは、まあ、キラーアビリティをね、印打たないんかとも考えたんですけども、やっぱり僕この馬ね、右回りの小回りだと思うんですよね。まあ、前回の動画で言った通り、この馬って小倉の条件戦でものすごいパフォーマンス見せて、で、ホープフルも勝ったじゃないですか。共にね、右回りの小回りなんですよ。で、今回アルゼンチン共和国杯っていうのは左回りの直線長い競馬場なんですよね。まあ、確かにダービー6着なんですが、まあ、本質的には僕は右回りの方が合ってるから、そんな印を上げなかったって感じですね。ということです。まあ、アルゼンチン共和国杯はこんな感じの印になりました。まあ、馬券としてはね、まあ、ユーキャンスマイル、ラストドラフト、ボスジラ、まあ、この3頭あたりから手広く流すのかなって感じですね。まあ、荒れないハンデ戦なんですけども、まあ、1回ぐらいはですね、まあ、荒れてもいいんじゃないかという希望も込めて、まあ、今回ですね、まあ、穴狙いに徹しましたが、いかがでしょうかって感じです。はい、アルゼンチン共和国杯は以上になります。で、今週はこちらのレースもございます。ミヤコステークスですね。阪神の1008で行われるレースです。メンバーがね、なかなか豪華で面白いので、こちらもやっていきます。で、やっぱりですね、まあ注目すべきはオメガパフュームですね。まあ、東京大賞典、5連覇を目指してですか、ここを走って、まあ次多分繋げると思うんですけども、まあ一見ね、この馬、まあ東京大賞典の叩き台に見えるんですが、まあこれがね、オメガパフュームの全成績なんですけども、まあ帝王賞の叩き台と思われた、まあこの阪神のアンタレス、今回と同じ条件ですよね。アンタレスステークス勝ってますし、まあこの帝王賞の叩き台だと思われた平安ステークスも勝ってますし、この馬って、その叩き台だと思われた G3 でもきちんと馬券内にこれ全部入ってくるんですよ。今回ですね、まあ斤量59キロ背あって明らかにね、叩き台だと思われるんですが、ただこの馬って実は鉄砲実績もめちゃめちゃ良くて2311なんですよね、ここにある通り。で、本来だったら実績的に考えたらね、1倍台になる馬なんですが、斤量とその叩き台認識ということで、なんとね、まあ現在ですけども 3.4 倍になってます。正直言うと、買いです。めちゃめちゃ買いです。期待値は正直かなり高いです。この馬に関しては。ってことで、まあ僕はね、ダートはそんなに基本的には斤量を気にしないんで、はい、59でも僕は普通に来ると思いますよ。というよりそもそもね、アンタレスステークス59キロで勝ち切ってるんで、はい、斤量は気にする必要ないと思います。で、まあこっからですね、ちょっと穴馬に行くんですけども、まあブリッツファングですかね。まあこの馬の評価すべき点は、まあ、3走前と4走前のこの阪神の1008と園田の1870で、まあ、圧勝したところですよね。で、次の2つ、まあ、ジャパンダートダービーと白山大賞では負けてしまったんですけども、このミスはなんで負けたかって考えると僕距離だと思ってて、ジャパンダートダービー2000、白山大賞で2100じゃないですか。わずかに距離長いかなと思ったんですよ。で、今回阪神の1008じゃないですか。まあこの馬を見てもらう通り、まあ阪神の1008、まあ一勝クラス勝ってて、兵庫チャンピオンシップも圧勝してるんですよね。ってことで、1008が実はベストなんじゃないかということなんですよね。で、あとは単純にオッズの妙味もあって、まあジャパンダートダービー4着のハピが、まあ今5倍で、3着のブリッツファングが 16.9 倍なんですよね。まあ確かにハピと斤量2キロ差あるんですけども、僕はね、何度も言うより、ダートはあまりね、斤量は気にしません。まあ、その理論はですね、よかったらメンバーシップの方にですね、限定動画を出してますんで、よかったら、参考にしてみてください。まあ、ダートでですね、あんまり斤量を気にしない理由はそこで言っております。ということで、ブリッツファング狙い目だと思います。で、今回ね、ちょっと本当は狙いたい馬ね、何頭かいるんですけども、まあ、あと強いて1頭を挙げるなら、まあ、桜アリューですかね。まあ、本当はもうちょっとね、外がいいかもしれないんですけども、このレースはですね、まあ、昨年もですね、内をついた馬がです、結構上位来たように、まあ、だから内差しですよね。まあ、それこそ桜アリュールの藤岡光太騎手には、もう外を回らず、ずっとね、インをついて、まあ、直線ね、空いたところを抜けてきてほしいっていう競馬ですね。まあ、それでどん詰まったら仕方ないかなって感じの騎乗でいいと思います。もともとですね、重賞でも、3着何回かある馬ですし、まあ、展開が向いた時にですね、まあ、十分やってくれるんじゃないかということですね。あと何よりですね、今回例えばこのアイオライトとか、まあ、ウィリアム・バローズ、名将風神、サンライズホープとね、結構前行く馬が多いんで、ある程度ね、流れるはずなんですよ。ってなったら、まあ、桜アリュールあたりでも、まあ、来れるんじゃないかという算段ですね。ということでですね、こちらのミヤコステークスも以上になります。というわけでですね、まあ、2レース終わりました。まあ、来週はですね、エリザベス女王杯の動画を多分週、まあ、3、4本ぐらい出せると思いますんで、お願いします。あとですね、私、Twitter ノート、メンバーシップやっております。よかったら概要欄に貼っておきます。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。